ワールドー・ゼットはマックス・ブルックスによる2006年に発売されたゾンビの発生による週末ホラー小説である。ゾンビとの戦いを経験した人々にインタビューして書かれたオーラルヒストリーという設定になっており、登場人物は軍人、政治家から宇宙飛行士、主婦まで様々である。ゾンビの発生源である中国をはじめアメリカ、ロシア、日本、ドイツなど、 世界中が舞台として登場する。ゾンビとの戦いだけではなく、防衛に不向きなヨルガン川西岸を放棄したイスラエルで宗教右派と政府間の内戦が勃発したり、パキスタンとイランが難民問題から核戦争に発展するなど、人間同士の争いも描かれている。2013年にワールド・ウォー・ z ットとして映画化されたが、本作品とは、 設定を共有していない全くの別作品となっている。ブルックスとジョージ・エーロメロ・ブルックスは、ワールド・オー・ゼットはゾンビ・サバイバル・ガイドの法則に従って設定し、作中にこのガイドが存在するかもしれないと説明しており、実際に作中人物の会話の中で登場している。ゾンビ・サバイバル・ガイドに登場するゾンビは、富士のウイルス、ソラヌムに汚染された。 アンデッド人間であり、本作に登場するゾンビとほとんど同じ設定である。ブルックスは、執筆にあたり、様々な参考資料を読み、各分野の専門家の友人に相談した。また、銃の設定には、アメリカ陸軍のものを引用した。2006年10月のインタビューでブルックスは、本作は、スタッツ・ターケルの小説、良い戦争や、ジョージ・ A ・ロメロの映画の影響を受けていると述べた。 本書の最後に書かれている写地において、この二人と第三次世界大戦の著者ジョン・ン・ハケット将軍の三人が着想を得る源になったとある。本作は前述通りゾンビ戦争終結後のインタビューという体裁をとっており、作中時点ではゾンビ災害自体はすでに収束している。物語は感染初期から拡大、国家の崩壊、人類の反撃までの核。 フェーズごとに世界中で奮闘していた人々の改造によって物語が進行し、作中世界で詳細が不明な案件は登場人物たちも知らず、よって本作でも明かされていない。加えて本作は世界中の人間が数年以上にわたって奮闘したことで徐々に絶望的状況が追っていく。そして世界情勢に関与せず生き延びることに必死だっただけの 物や知理欲のために動いていたものなども数多く登場する群像劇であり英雄的な個人の活躍によって状況が好転する物語ではない。そのため映画版では主人公がゾンビ災害に襲われる世界を飛び回って各地の協力を得てワクチンを開発するという大胆な改変が行われた。本作品に登場するゾンビはウイルス性の未知の病気に感染して 凶暴な姿や変貌した人間の死者である。感染者の肌は灰色へ、体液は黒い海のようなものへとそれぞれ変化し、知能は完全に失われている。脳を破壊されない限りは、首だけになっても、血管運動によって動き続け、冬に凍りついても春には、雪解けとともに活動を再開する。さらには、全身が炭化しても動き続けるなど、非常に頑丈であるが、 動きは鈍く走ることはできない。口述の体液のために深海底を歩くことも可能で着底していた094型原子力潜水艦に群がり乗員を驚愕させている。空気感染はせず感染者に噛まれることによって感染する。感染してから発症するまでの時間は個人差があるものの遅い場合は2から3日かかるため感染者が難民に紛れ込んだり、 治療法を求めて先進国に密入国すること。さらには、臓器移植のために闇取引されていた臓器の中に感染者のものが混入していたことが全世界へゾンビが広まる原因となった。人間は感染者を見分けることはできないが、犬は嗅覚で感染者を見分けることができる。人間以外の動物がゾンビ化することはないが、ゾンビの肉は有毒であり、 動物が口にする年に至る。体液の粘性が、タールのように高く変化しているため、爆発によって肉体が、バラバラになったり突発性神経外傷を起こすことはなく、肉体が砲弾片で切り裂かれてバラバラになったり、炎上しながらでも突進してくるため、MLRS や、榴弾砲、航空兵器による砲爆撃はほとんど意味をなさず、有効な方法は、遠距離から、アサルトライフルによって、 頭部を打ち抜くか、近距離戦で頭部を破壊するしかない。アップフスズの直撃も貫通して、穴を開かせるのみで、全く効果がない。作中での故障は、ゾンビ、ザック、グール、ジー、食軍隊ありなど。また、ゾンビ化の症状は、実態が明らかになる前には、アフリカ狂犬病と呼ばれていた。なお、映画版では、28日後。や ドーン・オブ・ザ・デッドに登場するような走るゾンビであるなど設定が変更されている。詳細はワールド・アオ・ゼットあらすじを参照。赤い部分がロッキー山脈この西側に安全地帯が構築されたゾンビ戦争初期に航空攻撃がゾンビに有効な打撃を与えられないことが判明すると回 -22 をはじめとする近代的軍用機のほとんどが 予備役となった、三峡ダムアメリカのロボノート R289、色小銃を使用する、自衛官自衛隊の実戦経験がなく警察が、警部層な日本は、ゾンビ戦争で大きな被害を受けた2007年、ブラッドピットの制作会社である、プランビーエンターテインメントが映画家権を獲得し、マシュー・マイケル・カーナハン脚本、マーク・ホースター監督、ブラッドピット主演で制作された。 アメリカではパラマウント映画が廃棄を担当し2013年6月21日に公開された。日本では東方東和が廃棄を担当し同年8月10日に公開された。なお映画版は原作とは全く異なるストーリーである。ありがとうございます。